今日もやってまいりました、スノーボーダーの青木玲です。さあ、青木玲の YouTube スノーボード大学の時間でございます。本日もよろしくお願いします。さあ、勘のいい方はお気づきかもしれませんけれども、前々回が全体的にポジションを低くするにはっていう話、前回がじゃあヒールサイド、カービングターンの中のヒールサイドで低くなるにはっていうお話なので、今回はカービングターンの遠サイドで低くなるにはっていうお話で、この低くなる3部作っていう風に皆さんにお伝えしたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。さあ、遠サイド側で低くなるです。これもヒールサイドの動画見ていただいた方はあれと同じことをやってみてほしいんですね。見てない方は、これからお話しますけれども、まずは自分が遠サイドでこういう姿勢になりたいんだよっていう姿勢を、よいしょ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 、取ってみてください。で、この時の体の足首とか膝とか足の付け根、股関節とか、この胸の使い方とか、肩とか首とか顔とかどうなってるかなっていうのを一回見直すと、足首膝っていうのはあんまり深く曲がってない感じだなっていうのが今の僕の感覚です。で、この足の付け根の股関節はって言われたら、ヒールサイドの時ほどは曲がってないけど、まあもちろん曲がってはいるよっていうのが今のこの姿勢です。で、上半身はヒールサイドの時には起きてる感じありましたけれども、遠サイドの時には傾いてるので寝てる感じですっていうのが遠サイドの姿勢となっていっております。で、上半身寝てるから首もうって無理に起こすと窮屈だから、ちょっと傾くぐらいは受け入れるようにしてます。というふうに、自分がまずこういう姿勢で遠サイド滑りたいんだよなっていう姿勢を一回確認してみてほしいんですね。で、それに対してじゃあ滑り出す時はっていう姿勢からスタートして考えをまた展開しておこうと思うんですけれども、滑り出す時の姿勢の足首、膝、股関節、まずこの下半身3つの関節が遠サイドのこの姿勢になった時に大きく曲がったり伸びたりしましたかって言われると、足首膝はそんなに大きく変化がないんじゃないかなと思います。で、足の付け根の股関節はちょっと曲がってる感じがあったかなっていうのが僕の今の印象なんですね。この状態から足首と膝はあんまり曲がっていかないけど、股関節はちょっと曲がるなっていう感じがあります。そして上半身、これヒールサイドの時の上半身は起きてるが自然だったと思うんですが、遠サイドは寝てるが自然でいいと思うんですね。そうすると滑り出しの上半身は起きてるだから、起きてる状態から寝てるにしてあげないとあの姿勢になれないから、ちゃんと上半身をターン内側に傾けに行くっていう意識を持ってあげましょう。これがですね、安全にバランスよく滑りましょうっていうと、腰を入れて上半身を起こすような姿勢を推奨するパターンもあります。これはまだスピードにあまり乗せられないから傾くとおっとっとってなっちゃうから、起こしてバランス取りましょうねっていう、初心者初級者ぐらいの方にはとっても適した感じだなと思うんですけれども、これカービングできるようになったらより曲がっていきたいのと、今日はより傾いてなるべく低い姿勢になりたいって考えたら、起こすは高くなっちゃうので全く適さない正反対の動きになっちゃうんですね。さあ、起きてる上半身で滑り出して傾いたら寝てるになってたいから、このまま寝てるになりに行けば自然とここに来れるから結構やりやすいんです。でもこれを上半身入れると内倒するから良くないよっていう風に考えられる方もいらっしゃるので、
まず腰をしっかり入れようって考えちゃうと上半身が起きちゃうんですね。ここから低くなろう触ろうはもう遠すぎるから、ほぼターン中には届かないよっていう風になっちゃうんじゃないかなと思うんです。ってことは腰をしっかり入れて上半身を起こしましょうを意識した瞬間に低くはなれないから、それの反対、上半身も下半身同様にちゃんと傾けてあげて、傾けてあげて自分がイメージする姿勢、傾けてあげて自分がイメージする姿勢になってあげられたら低いっていう状態が作れるかなと思います。で、あんまりこうやって首を起こすと首窮屈でまた高くなっちゃうから、首もこっち側になるのも受け入れてあげようって滑ると、すごいここが目線が雪に近づくことで臨場感みたいな滑ってるあの楽しさも生まれてきます。上半身を起こして目線を水平に保ちましょうは、安全面を考えたり転ばないようにコントロールしながら滑りましょうねっていうのだったら、とっても適した動きだなって僕も思います。下半身入れて上半身を起こしてバランス取りましょう。でもこれは上半身起こすことになるから、いつまでたっても低くなれないので、今回は低くなる、それもカービングターンのトーサイド側で低くなるにはっていうお話しさせていただいたので、確かに低くなって傾いた時の上半身は縦から横になってたんじゃないかなって思うので、ちゃんと傾きに行くをやってあげてください。で、俺一個気をつけたいのが、傾こうって思って傾いたよってやって上半身だけ傾いて下半身動かないと、これ板が反応しなくてバランス悪くなるだけだから、これはあんまり推奨しないです。で、これのことを内藤してるからバランス良くないですよっていうふうに言ったりはします。だけども上半身傾けながらも下半身がちゃんとついてくるんだったら板は立つし、そのままのその延長のゴールがここだったかなって思うので、上半身はちゃんと下半身同様に倒し込むっていう意識を持って、トーサイドターンも低い雪に近い位置で滑るっていう楽しさを手に入れてみてください。さあ、こんな形でまずはおとといの動画2つ前ですね、スノーボードする上で低くなるんだったら横乗りだから目線もちょっと傾いたりした方が低くなりやすいよ、起こすとどうしても高い位置で終わっちゃうから、まず低くなるっていうのは目線景色が大きく変わりますよっていうところから、ヒールサイドターンの時にはちゃんと足の付け根が曲がるように動きましょうね、股関節ちゃんと曲げましょうね。で、本日のトーサイドでは上半身の傾きもちゃんと考えてあげるとトーサイド低くなれますよっていう、カービングターンをするための低くなるポジション取りっていうものを3部作としてお伝えさせていただきました。さあ、これにですね、ターンとターンをつなぐこのエッジの切り替えっていうのが、トーからヒール、ヒールからトーって2種類あるので、それが付け加えられると初めてつながった連続ターンのカービングになるかなって思うんですね。で、この切り替えの動作っていうのが結構細かい足先のことを使ったりするととってもうまくいくパターンが多いので、ちょっとキャンプなんかでそういうのをメインでお話してる分、 YouTube だとちょっとお知らせできない部分も多いですけれども、ここから切り替えの動作っていうところに意識を持っていくと、これらのターンがものすごくつながりやすくなりますので、ぜひともお時間のある方はレッスンなりキャンプなりいらしてみてください。そして、あの Facebook の非公開のグループの方を使ってオンラインサロンも展開させてもらってます。そこではもう質問された技術のことに関してはなるべく事細かに分かるまで返そうっていう感じで対応するようにしておりますので、そんなところもチェックしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。